はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター続きをやっていきます。論解析に入るところですね。砲台を壊しましょうということで、空中要塞、最初ちょっと遅かったんだけど動きが、火炎砲、だからちょっとめっちゃボーって言ってたんだけど、164、あ、火炎砲車ってランニングできたよね、ちょうどパリスに当たった。いただく、あんま使わないけどね。サバキの雷し食らえ、どんくらい当たる。1200とか強い、1120とか、何火力で押し切れん。火炎砲車、青魔法を取得、よし。あ、青魔法が使えるようになるのか。じゃあもうちょっとパリスはいいかな。え、どうする、火力重視なんかこいつも結構ブレてんな。魔導士系でいこう。だからパリスも魔導士系で、時魔導士、召喚士はだっているからな。なんかどうしよう、悩むな。魔法剣士なんかいい格好してんな。時魔導士にするか。時魔導士にして、あと白黒魔と青魔法をちょっと、ワイン帽子になってる。どうしよう、魔力が上がるロットにしようで、回復はしなくていいから1回だけフィアルド全体とないよ、ここで OK。 じゃあ隣、ロケット砲、ミサイル、なんかミサイルもさできなかった、まあいいや、いらんそんなもんで、白黒まで、サンダラやって300で、召喚のラム強いな、召喚魔法強い、普通に魔力高いし、イカ槌のロット装備してるし、弱点ついてるしね。ミサイル444、めっちゃ食らうんだけど。あれ、こいつってアビリティポイントいくつくっけ。まだ倒せね、3か、まあいいや。で、回復はさせておこう。同じかな、これロケット砲、ロケット砲と火炎放射器か、ロケットパンチ出したこと痛い、205いって、ひどい、どういうことよ、390とか死んでる。一回ラフは捉えておこう。で、レイズで蘇らせて、で攻撃して、あとぶん殴ってればいいや。1030、何倒せない、ミサイルミス、ロケットパンチやばい、227、殴れ、硬い、無駄無駄無駄、何まだ倒せないか、ミサイル痛い、23、これは死なないのか、ミサイルじゃん、グラビデとかグラビカとかそういう感じの攻撃かな。戻ったレナ、プロテストリンク、なんでここでいっぱい手に入るんだ、回復しよう。どっちかっていうと火炎放射器の方が楽か。熱い、172、めっちゃ集中攻撃やってんだけど、180、しかし押し切る、ラムがいれば何とでもなる。打ち漏らしはパリスのサンダルでいこう。何倒せないで、時空じゃなくて白黒魔のサンダラ、これで終わりだ。756、倒せん、やばい死ぬひどい、もうフェニックスの使おう。で攻撃、アビリティポイントはやっぱなるべく稼いでおきたいからね。よし OK、 これ一回寝ようかな、スピードドリンク。あ、そうか、で真ん中のキャノン砲みたいなのが来るんだ。砲台破壊した、あれはで、ここで忍者でね、雷神の術とかかなり効果的なんだけど、
でかい、厄介そう。まあいいや、そのまま行こう。てかハリス前に来てんな。ちょっと後ろに下げよう、並び替えで。後ろに下がれ、ガダフ。あ、そっか、前か。ぶん殴ってるかな。そのまま行く。拡散波動砲エネルギー充填。痛い。113、半分か。け、老化してる。魔法剣、これはもうちょっとサンダラかけよう。一回でパリスは、じゃあもう回復だな。ケアルラ、なんかヘイストかけるのも良さそうだけど、まあ、ラームやって、ガーフがちょっと火力的に今微妙になってきた。また1360。なるほど、やばい、老化する。老化現象が174180。あれ、老化してるこいつ。1687、強い。セーフティーロック解除、やらせません。やられる前にやる。ラム取ってよかったな、めちゃ強い。爆破したの、ランチャーが破壊されたのか。でなんか言ってるけど、回復しとこう。老化、老化、あ、老化してるわ。190190、殴れサンドラ、強い。え、なんか退職石膏防御とかオンになったんだけど、ダメージが入らないのかな。先行防御でしょ、全然入るわ。ただし硬いなこいつ。やっぱりエネルギー充填何パーセントだった今。なんか全然見れなかった。440の、ゲッ、すげえ減ってる。防御されてるから。ラム、ロッド割った方が早そうだな。もったいないけど、金で解決、世の中金。発射、一応ヒットポイントは結構あるからね。波動砲、まあまあまあ、それなり。ケアルラ全体にかけて、いや回復力が微妙だな。やはり老化してるからか。老化ってなんかレベルが下がってくんだよね、確か。なんかそんなような効果だった気がする。倒した。やっぱ召喚師強い、普通に。もうマジックパー10しかないけど。寝てからまた来よう。時空17か、それなりだな。ダークマター、あの穴から入れる。寝させてください。ちょっと一回撤退でした。では行きますか、遺跡内部へ。論解石空中要塞、飛空艇で、ここなんか隠し通路とかあったよね。あ、ガラフがいるから大丈夫か。あった気がする。鈍化ナイト126。このさ、板みたいな、どうやって攻撃してんだ。どうしようかな、サンダラどんくらい当たる。まあ、あ、後ろのやつがサンダラに弱い。でも召喚ラムでいこう。でこれをあとボートで回す。ちょっと吸収とか効かないやつが出てきたらその時考えよう。いや、なんか素手が弱くなってきた。なんだ、格闘外してる。ちょっと待って、そんなことないよね。あ、格闘つけてるよ、ね、
やばい、素手が効かなくなってきた。拳に力が足り。先制攻撃チャンス。さばきの光。マジで。クリティカルが出ると普通に強いってか、なんで4倍なんだけど。で、まだレベルは18。レベル気にしないとね。あれ、なんかこっちも行けるし、こっちも行けねえやん。扉かと思った。同じやつしか出てこないんだけど。ギャップだってこんなシーフ集中攻撃するのひどい。召喚魔法、あれこれさ、栄翔ってないっけ。なんかめっちゃ速攻で入るんだけど。レベルアップした。でちょっとファリスで回復させよう。宝箱回収してゴールドアーマー、どうなの。ゴールドアーマーだね。で3階層 どっち行けばいいのか分かんない。旋風マジなんかこいつからダーニングができた気がする。ホワイトウィンドウ、まあいいや。あー右側にアイテムあったな。エアロラ、あれエアロラは覚えてあるよね。てかエアロラって全員か。なんか人々減ってんな結構。なぜだ。一回かけとこう。エリクサー、エリクサー多いな。ここ旋風待ちにしか出てこないんだけど。サンダラー、サブ決めるからしもったいない。で経験値は117か。レベル20まで若干遠いな。サンタラがあんまり通らない。いやーミスも多いな。やっぱり召喚魔法、これで全員一掃できるでしょ。いや強い、全然一掃できねえし。見積もりが甘かった。3もくれるんだ。え、上下どっち。下近い方から行こう。え、全然わかんねえ。ダミアン殴る。包丁持ってんだこいつ。セーブポイントがあるけど、ちょっと待って、めっちゃ進んでんだけど。こういうのってさ気になるよね。50くらいのか。でも柔らかいやつには文句聞くな。やはり防御力の差か。上も見たいしだ。宝箱もあるんじゃねえかよ。旋風魔人、エーテルは使わないとちょっとマジックパワー不足になるかな。フェニックスのこっち行ける？あれ？なった？マジでわかんない。行けるとこが多すぎるんだけど。あ、テントで寝よう。コテージ2つあるんだ。テントってそんないっぱい持ってないよね。4つしかない。100くらいしかマジックパワー回復しないかな、テントって。全回復するかこれ。ちょっと見てみよう。全回復してねえし、レナが。旋風マジ。ちょっと節約していこう。こいつだったらもう全員殴っていいでしょ。1体だからもったいない、マジックパワーが。ちゃんと考えていこう。やっぱ下降りる。で、この時は、召喚魔法も使うし、ダメージも散らすし、ガム使って、白クロマのサンダラ。弱点がわからん。
大して効いてないよね。で殴って終わり。1セントに1回だな、やはり魔法使うのは。で時空2、で地下3階で4階、上なかったよね何にも。いや待って待って待って、めっちゃ進んでんだけど。じゃあそこに変なやつがいる、左ね。で4階層ハイポーション、いや宝箱あんな。で白クロマのちょっとブリザラでも捉えてみる。弱点を探し出そう。結構わかんねえ、なさそう。ラム、なんか盗んでいいやつ手に入れられればさ、金策になるよね。売って金がないからな。だったらちょっともう一回殴る。シーフ早いな、やっぱり。盗むを取得した、よし。で盗む取得しちゃえばもう変えよう。でどうする、カリュウ忍者にする、風水師とかなんかいるか、金融詩人とか。あ、魔物使いにしよう。で結局火力がないから、火力がないからなんだけど、隠してるのしとこう。で電撃道だよね、よし。ここでやってみよう。ちょっと大丈夫かな、不安が残る。で5階層でしょ、4階層でしょ。落とし穴がある。久々のバックアタックだな。このストーンマスクはあれに弱いからね、サンダー。誘惑された。ダーム、サバキメカズチ、これで仕留められるか。ダミーは含めて無理だった。殴られた。俺は正気に戻った。名言です。これ落ちたらどこ行くの、なんか落ちてもよかった気がするけど。殴ってみよう。めっちゃ食らうな。352か、いけ。サンダーが発動したけど弱え。だってミスる。じゃあ入らん。変わんねえ。弱点ないわ。振り回す。え、強い。てかさ、無知も悪くないね。エアロラ一体。184。次方死ぬ。アビリティポイント3は結構美味しいな。マジックパワーが結構枯渇していく。これ長いんだけど、長いし、どっちに行けばいいか分かんねえし。歩けよ、とうとう。ダム売りや。こっちはなんかブリザラに弱そうだけどね。さすがに吸収はしてこないよね。もうわかんねえ、道が全然わかんねえ。宝箱はなんか回収しておきたいのは回収しておきたいかな。さばきの雷し、両手持ちで600ってことは無知で300でしょ。あんまり攻撃力変わんないってことだよね。レベル20になった。これでちょっとファリス殺しとこう。なんかレベル21になりそうだし。いや俺はどこに、え、なんだ、なんでこれこうなってんの。下に行ったってこと、超謎。さ
3人で挑むのも結構辛いよな。しかしレベルを5上げるのはかなり大変だから、ちょっと申し訳ないけどパルチナ死んでもらおう。当たらん。で攻撃するでしょ。ちょっともう一回ボスの前では蘇らせよう。あのボスはあれ持ってないん で、できればこれもレベル21にしときたいな。ナダメル、ナダメルはいらない。でファリスは死んだでしょ。あとこの先3人で行こう。やつはもういない。で第4回数、ちょっと待って、なんか厄介そうなやつがいいな。ダムパワーでご両方回復はしない。ゲーシ回復しだした、最悪だ。でこれじゃあ回復する、もしかしてするわ。普通にシーブは電撃無知ってさ、属性ついてんのか。相性が悪すぎる、全然効かねえじゃねえかよ。いやサンダー回復するんだって、だからなんやねん。魔法剣かければさ、もったいないよな。ちょっと待って、攻撃してよ、間違えたよ。すぐさ四角ボタン押しちゃうんだけど、一発でダメージ返ったな。だからサンダー発動しなくていいって。やべ、ちょっと逃げようかな。逃げられる、逃げられた。ヒュドラめんどくさい。いややばい、もうマジックパーがない。エーテルを使うときは来たか。50、まあまあまあ悪くはない。あで一応ここでガチャッといけて、ちょっと待って、もう5階層に来ちゃったな。もう少し探索をしよう。よし、これでレベル5デス覚えたんで、また論解石に戻りましょう。宝箱地帯、ここあれがあった気がする、落とし穴、風水師にしよう。さすがにどこまであったか覚えてないからね。これそのままやって、おお、そういうことか。近くに行くと分かるんだ。これ何そっちだあいつ。風水師、魔法剣士も回転いい気がするんだよね。忍者とかにしようかな。100、忍者は両手持ちにする必要がないから。武器何があったっけ、そもそも。ちょっと宝箱取って見てみよう、もしかしたらいいのがあるかもしれない。ここに377とかもパワーリストがある。5000ギリ、やった、金だ。手裏剣、古代の剣、あれ古代の剣って良くない結構。で忍者、ちょっとナイトにしてさ、忍者に剣装備っていうのもあるだよね。守り、魔法剣にするか両手持ちにするか、まあ、両手持ちだな。火力特化でせっかく古代の剣手に入れたから。あパワーリストってどうなの、装備できねえし。てかエルフのマント余ってんじゃん、何こいつ。エルフのマントでしょ、パワーリスト装備できる。え、なんでパワーリスト装備できないのこいつ。ナイト、でもガラフはまた魔術界に変えよう。これをどうするかだよね。隠し通路とかなんかいらなそうだな。また格闘にする、ひたすら殴る。パワーリストが外れてるから、じゃなくてパワーリスト装備してるから無知を外す。ファリスはこれでいいや。え、なくなった。風水師がいなくなったから、こいつはレベル5ですね、仕留める。さよなら。
操る。ようやく第5層まで戻ってきた。敵で、赤ブレス使おう。めんどくさすぎる。どんくらい強いの？結構強いで、格闘が強い。やっぱり普通にダメージが通る。で、ラムも使っちゃおう。一か月のロットを装備してないんで、ラムの火力がやっぱり下がってんだよね。まあ、それでもそこそこ強いけど。で、ちょっとボスなんで回復はさせておこう。2回。お父様、あやつが邪魔をしている。うるさい。自分の弱点を変えてくる。早く倒すのだ。はい。ブレスウィング、これでいくつ食らう？結構食らうな。回復させよう。ケアだ。で、攻撃でしょ。ヘイストをかけるか。いくつだ？ 560 か。まあまあだな。これ連発されるときついな。ちょっと後手一択になんない今のところ。一回ライブラかけとこう。レベル21。あれ246とか。ちょっと待って、風に弱い。浮いている。知ってます。ちょっと待って、これでぶん殴って、ん、ちょっと どういうことエアドラ。あ、今多分変わったのか。336なんかミスとか言ってよくわかんないんだけど、回復とこう。倒すたびに弱点が変わるってこと？そういうことか。ちょっとヘイストでどうしようかな。火力部隊を上げとこう。なってる。マジでわかんねえんだけど。常にライブラかけよう。レベル23、572。弱点は特にない。浮いている、まあ、浮いてるのはもう浮いてるよね。尻尾痛い。273か。でミュートとか関係ないしな。ちょっと一回こいつに攻撃する。ゲー、外しやがった。意外に外すよな。これで今どうなってんの？ちょっとマジで。こいつの生態系がわかんなすぎる。レベル24。1600。あ、そうだな。弱点は特にない。火炎放射しとこう。1600を繰り返すのか。ミス。あ、なんか追加が発動してんだな、きっと。古代の剣の。で、どうなったこれ。アルケオエイビスが蘇った。なんという生命力。クリスタルの力で、こっからが本番なんだけど、多分レベル5ですで倒せるよね確か。レベル5ですの倍数になるのが悪い。暗闇になってる。で、白魔法はレベル4。なんかいっぱい手に入れたんだけど。よくやった。お父様、この先に土のクリスタルが。何かに操られている。やめて、ダメだ。
4人まとめて楽にしてやろう。この隕石ってどうやって送り込まれてくるの？順番に来てるけどさ、みんないっぺんには来ないんだ。強引に来たの。おじいちゃん無事だった。クルル、ガラフの記憶は完全に蘇った。お父様、弱いサンダーをかけただけ。弱いサンダーでこんな吹っ飛ぶんだ。でな、サリさん。お前はサリさん、生きていたのか。しまった。闇があふれて、エクスです。ガラク、私は蘇った。クリスタルを操っている。クリスタルよ、我が魔力により我が力となれ。この者たちを消したのだ。大した迫力はないな。クリスタルは砕け散った。次はガラフ、お前の世界だ。すげえ、消えてったんだけど。サリサ、レナ、そしてバッツ、異世界の戦士たち、まだやらねばならぬことがある。世界を無にしてはならぬ。土の光、我に一度その心を取り戻せ。邪悪を受けているの。来てはならん。しっかりして。お前には何もしてやれなかった。遺産だけくれ。これ母親はもういないよね。ってことは法定相続人は2人、半分半分か。今更どの面下げてんだ、このクリスタルのかけらは。
お前のせいで死んだんだぞ。光を取り戻したとはいえ、それでチャラになるわけではない。かけらに眠る勇者の心、侍、竜騎士。あ、ここで竜騎士が手に入んだ。スピアとか売ってたけどね、いろんなとこで。遺跡が落ちる。飛球艇まで急げ。クリルはどっから入ってきたの、これ。クリルが入ってきたところからは出れないの。操縦はファーリスに任せる。これってここで爆散したのかな。あの遺跡がさ、大陸に落ちたら、大陸に落ちてるわ。隕石とか粉々になりそうだけどね。隕石の方が硬いのかな。レーナ、お父様はもう死んだ。ここからすげえとこに立ってんだ、超怖えだろ。どうしたんだじゃねえよ。すさまじいバランス感覚だな。記憶が蘇った。全て思い出すことができた。エクスデスはわしらの世界の邪悪な魔導士。30年前やつらはこの世界にクリスタルを破壊しにやってきた。わしと3人の戦士、暁の4戦士はクリスタルの力を借りやつを封じ込めた。30年間何事もなく過ぎ去った。ようやく戻ってきた。クリスタルに異変が起きた。それに気づき隕石に乗って再びこの世界にやってきた。遅かった。やつは蘇りわしらの世界に舞い戻った。俺たちがクリスタルの力を使いすぎたかな。クリスタルってどうやって使うの。違う、そもそもどうやってできたの。エクステスをこの世界に封印したのはわしら。何としても我々の世界に連れ帰るべきだった。自分たちの世界に帰るのか。エクステスを封じ込めなきゃいけない。クルルの乗ってきた隕石はまだ動いている。一度だけなら使える。さよなら。待てよ、俺たちも行く。ダメだ、隕石はクルルが乗ってきたのが最後の一つ。もう二度とこっちの世界には帰ってこれません。さらばじゃ。ありがとうございました。え、どうやって行ったの。隕石が一番謎だよね。隕石残ってるし。バッツ、どうした。二人で話し合った。異世界でガラフたちはエクステスと戦っている。父さんの敵ガラフは仲間です。まあ、別に失うもんないからね。バッツは特にないし、まあ、城とかも放棄してるからね。レナとファリスは大事に任せてるから。ワープできるエネルギーが残ってない。困った時の指導頼み。指導ってどこにいるんだっけ、そもそも。なんかいろんなとこにいるからわかんねえや。論解石の地下か。というところで、じゃあ今回はここで終了して、次回はシドに会って異世界へ行く方法を探していきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。